どうも皆さん、こんにちは、ふとんです。ということで、前回からの続きやっていきまーす。これ、異常とか治ったのかな？前回からのやつ。あ、治ってないわ。まあ、でも、鍵とかゲットしたし、もう用済みかな、正直ね。よし、弾もね、十分だ。万全の体制で行くぞ。卵回廊。あのシールドを抜けるんだ。オーケー。本当にマシュマロ強いよね、これ。なんか強すぎてありがたみが薄れてくる感じ。すごいする。おお、このレーザービーム、なんていうの？元気玉？出て。元気玉強いな。よしよしよし。あれ？あ、そうか。あそこのパソコン行かないといけないのかな？よし、行くと。あそこで ID をね、差し込まないといけないんだね。ID カードを。ID カードを差し込んだ。シールドを解除しました。よし、来た。よし、行くぞ。弾も取って。オッケー。うーし。こっちこっち。オッケー。一撃だもんな、全部。最初の頃だって、ポン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 って当てないといけなかった。あ、なんだろう、これ。見るからになんか、ボス戦みたいな。行くぞ。ぐぐぐ。先生の大事な卵。誰にも渡さない。しゃしゃ。やっぱこれ、あれだね。急に出るんだね。なんかさ、敵のさ、ヒットポイントがこう、ピピピってさ、こう、左から右にこう、増えて、こう、始まる感じじゃなくて、急にだね、これ。ミサイル食らえ。おお、ミサイル強いな。これでも食らえ。うぅ、うぅ、うぅ、いてててて。おらららら。あ、空っぽ。やばいやばい。なんだ？おお。でも当たんないな。オッケー。あ、ちっちゃくなった。え、可愛くなった。イゴールを倒した。オッケー、イゴール倒したぞ。なんだ？なんなんだろう。お。あ、これスーじゃないか？うん。いてててて。おーっと、まだ負けてはないわよ。本気でやるからね。あれ？私、化け物に殴られて。あなたが助けてくれたの？はい。余計なことしないでよ。あんなやつ、私一人でなんとかなるんだから。この島も生き物も大嫌い。すごいツンデレだな。あ、これもしかしてナンバーゼロ？この卵があれば、この島から脱出できる。卵の状態は正常。よし。ん？パスワード？この卵を返すにはパスワードが必要みたい。あー、お兄ちゃんさえいればなんとかなるのにな。あの、カズマって人かな、多分。仕方ない。一旦引き上げよう。え、書いちゃうの？君、この島の人間？じゃなさそうね。帽子の文字は、この島の文字で、言葉じゃないもの。もしかして迷子なの？いいわ。一緒に連れてってあげる。この島から脱出するのよ。これ、島なのか洞窟じゃないのか？その代わり手伝って。あ、行っちゃった。このナンバーゼロ。なんだろう。ヒリルの卵ナンバーゼロ、羽化の準備ができています。パスワードを入れてください。ほうほうほう。その、カズマかな？カズマが知ってるのかな？これ一旦帰ればいいのかな？こっち行けるな。あ、セーブポイントと、体力と、ミサイル。お、ミサイルも回復できるのか。だけか。じゃあ一旦戻ろうか。ちょっとね、ちゃんと戻れるかな。結構ね、敵はワンサカいるからな。しっかり倒していこう。どんな敵も負けない。おいしょしょしょ。もう一気に進むぞ。オッケー。いや、マシュマロ無双だな、本当に。おー、いて。やばいやばいやばい。あんま調子乗りすぎたらダメだな。オッケー。マシュマロを食らえ。マシュマロは最強だ。本当に強いな、マシュマロ。
もう俺マシュマロ強いしか言ってないぞ実況で。まあな、まあ本当に強いんでね、ぜひね皆さんもね、これやる、これ本当にねフリーっていうか無料なんでね、ダウンロードしたらすぐできるので、もしよければねやってみてください。本当に面白いんでね。よし、 OK で、やるときはねぜひね武器をマシュマロにしてね、マシュマロまでレベル上げた状態でね、いてててててて、やるとねスッスッスいくんでね。オッケー。まあ一回来た道ってこともあるから楽だね。オッケー、よし戻ってきたぞ。アーサーの家に行きますか。はい、よし戻ってきた。虫さん、もうちょっとだったな。もうちょっとでダメージ与えられたのにな。ネットワークに接続、ログオンしました。チャットを起動。お兄ちゃんいるの？大丈夫？スー？本当にスーか？スーだよ。坂本スー？お兄ちゃんも逃げ出せたんだね。今どこにいるの？あ、てか思ったらこれねえ、ヒルの卵見つけたよ。お母さんもそこにいるの？お母さんか。このカズマとさ、スーって、カズマなんか人っぽいよね。なのにスーはさ、耳がなんだよね。なんだろう、これどういう状況なんだろうか。ドアが閉まってて外に出られないんだ。まだシェルターみたいなとこにいる。地区コードは草むら。そっちで検索してみてくれ。あとお母さんは一緒じゃない。まだ、おそらくまだドクターのところだ。飛竜はすぐにでも帰りそうなのか？借りそうなのもあった。でもパスワードでロックされてるの。なんとかできない？カズマの情報取得中。情報取得しました。所在草むら建造物 D。 作動中の転送装置を検索します。草むらに接続中。とにかく助けに行くよ。そこでじっとしてて。了解。ついでに食べ物も。あれ、スーは切断しました。食べ物欲しがってたよね。本当にゴキブリ食べないことを祈るよ。あの男の子まだかな。あ、キングが来た。お帰り、待っていたよ。今度は何？私忙しいんだけど。トロコがドクターの手先に連れて行かれた。え？あ、そうか、まだスーは知らないのか。責任取ってもらうからな。お、なんだ？話せ、ニガさん。みんないなくなっ、あ、いなくなってるけど。この人、お帰り。スーが帰ってきたよ。外の檻に閉じ込めた。ドクターの仲間が来たらトロコを返してもらうんだ。スーと引き換えにね。スーには悪いが、トロコは僕らの仲間だ。自分勝手なやつはいらない。あー、なるほど。なかなか、険悪なムードかな。どうなんだろう、外どうなってるんだ。ここから出しなさいよ。うるさい。お前と違って、トロコ、お前と間違えてトロコが連れて行かれたんだ。一か八か、奴らにお前を渡す。お前なんか大嫌いだ。トロコが無事でなかったら、奴だけにしてやるからな。おぉ。なかなか嫌いとかいうレベルじゃないよね。本当に、なんだろう。軽蔑してる感じかな。じゃ、ちょっと。まあまあ、お兄さんがお話聞こうじゃないか。村の秩序を乱すやつはこうなるんだ。捕まっちゃった。ドクターの手先が私と間違えて別の耳がをさらったの。トロコって子なんだけど、ここに馴染めない私にいろいろよくしてくれたわ。そうだ、私の代わりに行ってきて。草むらってところにお兄ちゃん、私のお兄ちゃんがいるわ。お兄ちゃんを連れてきて。わかった、連れて行こう。だけどまあ時間的にもちょっとね、いい感じかな。まあ次の草むらってところで、よし、セーブしとこう。あれ、セーブ。オッケー。セーブして、じゃあその草むらにちょっとね、チラッと覗いて、もういけるのかな。草むら接続済みです。オッケー。転送装置だ。ちょっと草むら覗くか、チラッと。
あ、なんかミミガーがいる。うん、どうしよう。まあここまでにしようかな。ってことで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でね、今度はカズマを、スーはね、助けたんだけど逆にてか、閉じ込められたので、ちょっとね、次はカズマをね、助けに行くことになりました。はい。また次の動画でお会いしましょう。ではでは。